皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは売上と集客の障害になる迷える教室の先生のための優柔不断の脱出法ということについてお伝えしたいと思います。迷える方っていうのは多いんですよ。教室の先生っていうのはなんでだと思います？なぜかというとですね、割と教室の先生っていう先生業を選んでる時点で資質がとても優しい方が多いんです。で、あとサービス精神がとても旺盛で、生徒さんから言われたことを全部引き受けてしまうようなタイプの方が多いんです。だから結局それを引き受けた結果、生徒さんの言うように動いていることが、習慣化して楽になっちゃって、あと自分で決断するっていうことができなくなってしまうケースと、あとは慢性病って私が呼んでいる病気があるんですけど、その慢性になるっていうことに対しての執着が非常に強くって、生徒さんの言うことを聞いている限りは慢性になります。その言うことを聞いたものを作ればレッスン埋まりますから。で、そのやり方にずっと慣れちゃってると、それを答えないということで慢性にならなくなってしまうということに対する恐怖が出てきてしまって、断ることができないタイプの慢性病という方いらっしゃるんですけど、ここは自分が軸をしっかり持つと断ってしまうことも出てきてしまうんですね。で、それをコントロールしながらでも、ビジネスをうまくいかせるっていうことが必要になってくるシーンがあります。で、結果それを繰り返していると決断力を持つことができなくて、優柔不断な性格にこうどんどんなっていく。で、性格だけならいいんですけれども、それが教室運営そのものに大体なっていくと、売上とか集客とかこのあたりを上げていくときに非常に障害になるケースが多いんですね。ですから今日は優柔不断な先生、迷える子羊な先生に向けて、少しでもその考え方を改善して前向きに集客売上が上げていく経営体質を身につけるということのためのヒント、優柔不断からの脱出法をお伝えしていくのが本日のテーマになります。はい、それではですね、本題の方入りたいと思います。まず優柔不断っていうのが全て悪いかっていうと、ある意味慎重である、しっかり計算をしてから行くっていうようなタイプの側面もあります。ただ大抵ですね、決めきらない、決断力がない、判断ができない、自分で責任を取れないというタイプが多いですね。で、教室の先生優しい方が多いので、優柔不断な方が基本的には多いです。で、私は教室の先生もやってましたけれども、どちらかっていうとビジネスの方から教室運営をやっているので、決断する場合にはスパスパと大体決めていくことができます。で、それはビジネスから教室運営を考えているからです。ですので、当然その生徒さんから要望されても、それがビジネスの根幹から外れてしまうような要望の場合には、そのレッスンはできませんということをお断りすることができるんですけれども、先ほど申し上げたように、大抵の先生がその優しさから断らないというケースと、あとは満席にしたいので断るともう二度と来ないかもしれないという恐怖から断れないという、大体2パターンが多いんですけれども、そういうスパイラルに陥らないために、決断力をつけていくための考え方をいくつかお伝えしていきたいと思います。まず優柔不断な方っていうのは、どういう特徴があるかっていうことをちょっとお伝えするんですけども、優柔不断な方が、持っている特徴ですね、4つあるんですけれども、まずですね、曖昧な言葉をよく使うんですよね。多分とか、かもしれないとか、どうしようとか、きっととか、おそらくとか、曖昧な言葉にすることによって自分の責任の範疇を逃れることができるので、ある意味慎重だし、ある意味ずるい、
要は言い切ると責任持たないといけなくなるので、それが言えない人が多いということは、人に対してもそうだし、自分に対しても責任を持たない形になるので、曖昧な言葉を使いがちなタイプの人っていうのは割と優柔不断というか決断力が少ないタイプの方が多いですね。まず曖昧な言葉をよく使っているという特徴があります。あと否定的な言葉を使う方も優柔不断な方に多いです。否定的な言葉、だけど、でも、だって、しかし、何々しないとか、消極的とか否定形の、言葉をよく使いがちな方っていうのは、結果意思の表示がですね、その本心のところではっきり言うのを避ける、いい位置を本人は探しているんだと思うんですけれども、その相手に与える印象がすごくこう暗い印象だったりとか、もんやりとした残念な印象を与えるケースがあります。例えば何かの感想を聞かれた時に、なんとかはこうでこうでよかったのかもしれないけど、でもなんかそこのところは良くなくて、あ、でもこっちは良かったからとか、結局何を言いたいかがよくわからないとかね、そういうケースがあります。そういう時には、否定形と肯定形と、どっちが最後の方が印象がいいかっていうと、人からの印象ですよ。全く同じ2つのことを伝えるにしても、肯定形で最後終わる方が明るくはなります。例えば、なんとかなんとかだけど、これは良かったよねっていう印象になるのと、逆にこれは良かったんだけど、これダメですよねっていう、部下をね、教育する時の言葉の使い方っていうのはあるんですけれども、これ私意図的に使い分けてました。褒めると調子に乗っちゃって、全然こう足元を見ないでガンガン行っちゃって失敗するタイプの部下には、最初褒めてピリッとしてもらわなきゃいけないので、後半で注意点を言います。で、自信がない部下に対しては、最初はこういうところは注意した方がいいよねっていうのを先に言って、で、最後でもこういうところがあるからきっとうまくいくはずだから頑張ってとかって言ってることは一緒なんですけど、伝え方の順番を性格によって変えたりとかしています。ですので、全般的にその人が使う言葉っていうのは、相手に対して印象をつけてしまう言葉になる、言葉の癖になりますので、否定的な言葉を使うというのは、優柔不断な人が割とよく使いがちな話になります。で、3つ目ですね、結論がよくわからない 曖昧な人は、否定と肯定を繰り返しながら文章を作っていくケースが多かったり、あと何でもいいよとか、意思をあまり表示をするのをやらないで人に任せるタイプの人が多いですね。ですから、その方たちっていうのは、やっぱり自分がこう思ってるってぐちゃぐちゃな状態をそのまま言葉に出してしまうので、最終的に決めている気持ちを先に言うっていう訓練をすると治ってきたりとかします。単純に結論から先に言うっていうことですね。よくデートのシーンとかでもあるのかもしれないんだけれども、何が食べたいとかって言ってね、彼氏が仮に言ってきたとして、もちろん何でもいい時には何でもいいよって言ってもいいんですけど、何でもいいって言ったからには彼氏が決めた店に文句を言っちゃいけないっていうことです。だったら最初から言えっていう話になってしまうので、私が例えば、どういうのがいいとか聞かれれば、明確に一応意思はお答えします。まず私自身がですね、ピーマン、パプリカ、シシトウのこのものたちシリーズが食べられないんですよ。だからそれが入っている可能性が少なそうなお料理選んでもらった方がいいですよね。だから中華は危険だっていうことです。そういうのが入ってない料理が割とコースで作られている中華だったら OK なんですけど、あとはイタリアンも若干危険度がありますよね。色が綺麗だから、ピーマン、パプリカあたりは結構やばい感じです。フレンチとかになってくると、もちろん前菜とかに出てきちゃう、劣勢の、アミューズとかに出ちゃってる時もありますけど、遭遇確率は少ないです。あと和食はシシトウが遭遇確率が高いんですけれども、
天ぷらとかで出てくるぐらいなんで、良ければ済むことなんで、まあまあそんなに遭遇確率は高くないです。そうすると、まあ、創作和食かフレンチあたりで、まあ人にお願いする場合にお願いしておく分にはまあ大体大丈夫ということになります。それか少しグレード高めのレストランになると、お連れ様の苦手なものありますかとか大体聞かれることになるので、そうするとピーマン、パプリカ、シシトウと言っといてもらえれば大丈夫っていう、そういうオーダーの仕方をしたりします。だから私はそれで選んでくれたお店に対して文句も言わないし、はい、一生懸命選んでくれたっていうことでそれは楽しむようにはしています。だから何でもいいよって預けたら文句言ってしまってはいけないということになりますので、優柔不断な人ほど何でもいいとか言っておきながら、これとか言っていう人がいるから、受けたこちら側としてイラッとすることが多いので、そこ要注意です。はい、あと3つ目ですね。優柔不断なタイプの人は表情に出てしまいます。はい、本心と違うなっていうのがもんやりと、いやでもとかね、はっきり見せた方がいいんですよ。いいか嫌かっていうのが分かりやすい状態にした方がいいので、迷ってても構わないんだけど、迷ってるんだけどって口で言えばそのまんま OK だし、その表情でこう、って誘ってもらうとか声をかけてもらうっていうのを期待するような形で相手に言わせるっていうのはやめましょうっていうことですね。はい、あと優柔不断な人の、特徴として、そうですね、新しいことを考えるのが苦手な人が多いです。チャレンジするとか、とするといつもの自分っていうのを決めておくと悩まなくて済む。例えばいつももうこの服は着ようとか、制服はこれにしようとか、レストランもいつもこれを頼むことにしようとか、買い物に行くのはいつもこの店にしようとか、いつもを決めておくとあんまり悩まなくなるので、新しいこと苦手な人が多いです。優柔不断な感じのね人は、だからいつものパターンを決めるような形にしておけばいいので、新しいことが苦手っていう特徴もあるので、その反面でいつものパターンを決めるっていうことが必要になります。で、決めきれない人、決断できない人を見ていると、まあ5つの特徴があるなというふうに感じています。さっきの満席思考っていうのも悪くはないんですけど、満席にできなかったらどうしようって思って動かないとか満席にできなかったらどうしようと思ってチャレンジしないとか、まあ、そういう方もいらっしゃるので、はい、まず一つ目は完璧主義を捨てるということがあります。完全になんかは全然できないんですね、世の中のことなんて。特に新しくやることなんていうのは、まあ、大概ゼロベースか、まあ、場合によってはちょっとマイナスになる時もあるかもしれないですけど、動かないよりは絶対進歩するんですよ、経験値として。だから失敗っていうのは基本ない、言葉としてないんですね。できないことが分かっただけっていうことになりますので、完璧にしたい人っていうのはとにかく仕上げて仕上げて失敗しないようにしたいタイプの方が多くて、でこれ実はなんだか優柔不断な方とリンクする方が多いです、はい、だから失敗を恐れるっていうところで慎重派っていうところがきっとリンクするからだと思うんですけども、まあ、それを諦めるというだけで前に進めるようになると思います。で、2つ目ですね、自分の意思を持つっていうことです。自分の意思を持つっていうのはどういうことかっていうと、他人に選択肢を預けないということです。他人に選択肢を預けるとその人に責任転嫁できるじゃないですか。だから楽なんですよね。お母さんが言ったからとか、旦那さんが言ったからとか、お子さんが言ったからとか、なんか家庭環境の事情とかを言うときに誰かがこう言ったから自分はこうなってるっていうことをおっしゃる方いらっしゃるんですけど、それはそれを納得したっていう自分がそこにいるから、自分もそこに一緒に責任を持つべきで、誰がきっかけとしてそれを言ったにしても、その選択に従ったっていう自分の意思をちゃんと認めないといけないので、もうその段においては誰が言ったとかも関係なくなってしまうんですよね。それを賛同したっていうことになりますので、ですから自分の意思をきちんと持つっていうことが必要になります。で、3つ目ですね、
情報をきちんと分析するということですね。情報をきちんと分析するっていうのは、優柔不断な人の傾向として、私が喋ってて思うのが、読書をあんまりしてない人が多いなっていう感覚ですね。読書、あとはニュースを見てないとか、世間の事情と様子とかもあんまり見てない人とかも結構多いかな。今が何がトレンドになってるのか、自分の業界以外も含めてなんですけどね。で、それが結局自分の今の決断、事業をどうしていくかっていう決断のリソースになる場合もあるんですね。ですから情報をきちんと分析する能力っていうのはあった方がいいし、仕入れないといけないので、本っていうのはやっぱ先人の知恵がいっぱい書いてあるので、本とかをきちんと読みこなしていく人の方が決断力も早いし、要はデータがあるから、昔にそういうのあったよねっていう先人の知恵を借りて、じゃあ今はこうするべきだみたいなのが判断しやすいんですよね。これ情報量が少ない方はそれができないので、結果いろいろとこう悩んで迷ってっていうことになるから、即断即決できるように情報量を増やすっていうのも一つ大事なことになります。で、4つ目ですね。4つ目は、頭の中だけで判断しないっていうことですね。頭の中だけでっていうのは、要は思いとしてぐる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 迷路に入っちゃうタイプの人も結構多いんですけど、紙に出してよく整理してくださいとかって、書いて整理してくださいっていう話を私言うことあるんですけど、紙に出すっていうことは言語化はしないといけないんですよね。そうすると案外皆さんね、言語化できないんですよ、そんなに悩んでるって言う割にはですよ。で、言語化して、じゃあ悩みで苦しんでる状態は何なのかっていうのをバーッと書き出してもらうと、ご本人が言ってるほど出てこないです、悩みの種類っていうのが。じゃあ見えてるものを解決するために、どういうことをすれば解決できそうかっていう障害を潰す方法ですね。それを並べて書くとですね、案外早く見つかるんですよね。だからこれも情報整理の一つになるのかもしれないんですけれども、頭の中だけで考えてると、プランが全然ぐるぐるしちゃって、思いつかないだけなので、書き出すっていうことをした方がいいです。で、最後5つ目ですね。これ結構私がクライアントさんにコンサル入るとよくお願いしてることです。締め切りを作るということです。はい、迷ってる方って永遠に迷っちゃうんですよね。締め切りを作れないタイプの人が結構多くて、この回答はいつまでに出すっていうのを、自分にちゃんと自分で期限を決めて、何が何でも出すって決めてやっていくっていうことを訓練しないと、自分との約束って一番破りやすいんです。破るの簡単、他の人との約束より自分しか見てないから。で、この約束をきちんと守るっていうことですね。これ自分だからって言って自分に甘やかして、緩くやっていると、もう甘やかして約束を、破るのが当たり前になるので、約束が約束でなくなってしまうんですよね。で、結局優柔不断のままずっと生きることになるので、必ず期限、締め切りを決めて動く、決断を出すっていう訓練。締め切りっていうのは、例えば瞬時でって言ったら、もう5分後とか3分とか1分後とかだって瞬時だし、1ヶ月後でもいいんですけど、その案件の重たさによって。ただ決める、いつまでに決めるっていうことを決めないと、いつまで経っても決まらないっていう傾向があります。はい。じゃあ実際に、じゃあこれをね、やっていく上で、どういう感じでやっていくといいのかっていう、改善案ですね、脱出方法としての改善案を、お伝えしたいと思います。まずですね、3択で決めてもらうっていうことですね。3択で決めてもらう。3択で決めるっていうのは、例えばノープランですね。ノープランっていうのは、何にもしない現状維持。ただ現状維持って大概売り上げも何もかも下がっていくことが多いんですけど、本人的に現状維持のプランですね。あとはチャレンジするっていうことですね。チャレンジをする、とりあえず動いてみるっていうことです。で、さらに、もっと大きなチャレンジをするっていうのが3つ目ですね。
それ無理なんじゃないかみたいなとこを狙っていく、この3つがあるとですね、大体チャレンジプランを選ぶ人が多い。まあ松竹梅の権利に似てますけれども、そうすると現状維持っていうのがないので、どの道頑張らないといけないから一応頑張ります。そうすると伸びることになってます。なので現状維持っていうのは基本ないんですけど、まあどうしてもっていうのであれば、この3つから選ぶっていうふうにする。でこれで大きなチャレンジをもしも選ぶと、もうすごく簡単に単なるチャレンジは乗り越えてしまうので、非常にいい状態を作っていくこともできますので、まあこれをやることによって大きなチャレンジにチャレンジするっていう癖をつけていくと、まあ決断力とかも増していったりとかですね、優柔不断っていうそういう状態にはならない。3つのうちの1つ選ばないといけないので、はい。私が営業時代でやってた時に、まあ何社かのうちの1社の社長がですね、まあ営業にも長けている社長だったんですけど、その社長はよくノーディールっていう言葉を使っていました。制約と不制約っていう、決まる話が、商談が決まる決まらないっていう、イエスノーだけじゃなくてノーディール、まあ、引き分けというか今はない感じみたいなところに落ち着かせる。だから不制約がさようならっていう、もう今後も一切話がないよねって終わり方をしないで、ノーディール、今はとりあえず、まあ、引き分けというか、ね、置いときましょう、また時期があったらお話しましょうみたいな状態に、いかにいろんな商談を置いとくかっていうのが大事っていうのをよく見せて、現場を見せてくれて教えてくれてたりとかしてました。ですからそういう決断をする、まあ、3択ぐらいから選んでみくっていうのを訓練すると、どうしても選ぶことになると思います。はい。で2つ目ですね、先ほどの、期限の話も含めてなんですけれども、時間と、あとはそれを誰かにコミットメント、だからこの時間までにこうするっていうのを宣言してもらう、これが結構決断力を高めたり、優柔不断からは脱出できる非常に多いポイントになります。やっぱり人に言うっていうことはその目が入るので、その人たちの、そうすると自分だけの約束ではなくなるので、やらざるを得ない状態になっていきます。で3つ目ですね、はい。自分との約束を必ず守るということです。これ小さな成功からなんですけど、自分との約束は絶対に守んなきゃダメなんです。で、自分との約束を小さいことも守っていって、それで大きいことがだんだん守れるように。だから小さいことを破る人はやっぱり大きい仕事も約束守らない、期限守らない人が結構多いです。で、理由は考えてたからできませんでしたとか、教室の先生とかは割と会社員やられてた方が少ないケースが多いので、普通になんか考えてたので提出できませんでしたみたいなのを、まあ、言ってくるだけまだマシなんですけど、本当に考えてたからもう何にも書けないし報告もできないから何も言いませんでしたとかいうのをすごい後になって言われる方もいらっしゃるんですけど、それ社会では通用しないので、考えが思い浮かびませんでしたっていうことを締め切り日までには言わないといけないんです。言うってことは、あなた仕事ができない人ですね、もう信じられないからお任せしませんっていうことになるので、それが嫌だから言わないんだと思うんですけど、言う人より言わない人の方が評価が低いです。なぜならその締め切りの時に言ってくれれば、っていうかもっと前に言ってくれれば、できそうな人にお願いしたのに、でもその人の評価は下がるのは間違いないですけどね。でも締め切りが終わって言わなくて、こちらからどうしたんですかって聞かれて初めて言う人が最悪な感じです。どっちかっていうと、はい。それは人にも迷惑をかけることにもなるし、どんどん自分の自信がなくなっていく、自信がなくなるってことは優柔不断になるっていう、まあ、そういうスパイラルに入ってしまうっていうことになるので、約束を守るっていうこと、特に自分との約束を守るっていうことになります。はい、以上まとめます。売上と集客の障害になる、迷える教室の先生のための優柔不断の脱出法は、まず、1つ目、3択で、決断をしていく。2つ目は、
時間と他人に公表、時間を決めて他人に公表して自分を誰かに見てもらうことで、約束を守っていくふうにする。3つ目はどんな小さい約束でも自分と決めた約束を必ず守り抜く。これをやってるうちにだんだん優柔不断っていうのはなくなっていきます。はい、迷える時間があるだけ幸せです。忙しくなったり授業がすごくうまくいき始めると迷ってる時間すらなくなります。もう即断即決で回していかないと判断見誤るんですね。ですから膨大な量の情報処理をしていけるような、本を読んでいる状態を作っておくとか、いろいろなことをしている上でなるべく判断する時間ないしは行動する時間を立ち上がりを短くして、あと仕上げまでも時間を短くするということを繰り返していると、まあ、いつの間にか決断が早い人っていう方向に変わっていくと思いますので、そんなイメージでやっていただければと思います。それでは。